今日頑張れば明日は休み。江差白陽のモーニングディライト。2017愛媛国体まであと526日に向けて活動中、笑顔のキャラバン隊情報は笑顔キャラバン隊の津田純平さんに今日もスタジオに来ていただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。526って言ったらありそうでないっていう、もうすぐですね。はい、つなげよう愛媛運動について今日はお伺いしたいと思いますが、どういうことでしょうか。はい、これはですね、あの笑顔つなぐ愛媛国体、笑顔つなぐ愛媛大会はですね、はい、県民総参加による大会にしようということで準備を進めてきてます。はい、でこの県民総参加というのは、愛媛国体愛媛大会という一大イベントにもできるだけ多くの県民の皆さんに参加をしてもらって、はい、県民みんなで感動や夢希望を分かち合える大会を実現しようというものなんです。でキャラバン隊がその広げる活動をするということですよね。そうですね、この笑顔、はい、つなげよう笑顔運動というのはいわゆるこの参加メニューみたいなもので、はい、この、参加メニュー表みたいなものをこうキャラ笑顔キャラバン隊が県内に広げていこうということで活動しています。ボランティアもいないと成立しない、はい、ビッグイベントだと思いますが、そういうことです。はい、この愛媛国体愛媛大会では非常に多くのボランティアを、必要としてまして、はい、手話や要約筆記といった情報支援ボランティアですとか、全国障害者スポーツ大会笑顔つなぐ愛媛大会の選手団と一緒に行動する選手団サポートボランティア、はい、それから、受付案内会場整理といった各会場で大会運営に当たっていただく運営ボランティアというのがありまして、はい、大体総勢どれくらいでやるものなんですか。約1万4000人ぐらいを予定しております。これはちょっとでもね、愛媛としてはその足りないということにならないようにね、はい、したいですが、はい、どうすればいいでしょうか。まずですね、ただいまこの運営ボランティア、大会運営をお手伝いしていただく運営ボランティアの方を絶賛大募集中でございまして、これらは中学生以上の方であればどなたでも参加をしていただけます。はい、でただも実際の活動1年半先のことですので、なかなか違いますよ。526日から約1ヶ月間の期間になるんですけれども、そうか、それぐらいありますね。はい、まあ、なかなか今から予定を立てるっていうのは難しい話だろうとは思うんですけれども、はい、まあ、実際の活動日数15日以上ありますので、はい、まあ、どこかでは活動できるんじゃないかなというふうに。全部じゃなくて多分ある程度そこいけると思いますよという段階で今は。そうですね、 OK、はいはい、ですので、具体的なですね、活動日ですとか活動場所っていうようなのは、はい、またもうちょっと先近づいてきたら希望をお伺いしますので、その時になってもしやっぱりどうにも都合がつかんという場合は、はい、それはその時点でご連絡いただければ構いませんので、まあ OK、 はい、別に怒られるわけじゃないです。大丈夫です。大丈夫です。まずはですね、はい、登録をしていただきたいというふうに考えています。1ヶ月間ありますのでね、1万4000人、はい、登録をしてみようかな、はい、と思う方はどうすればいいでしょう。はい、ですね、愛媛国体愛媛大会のホームページから申し込みができるようになっています。はい、それからあと県内の公共施設ですとかコンビニなんかにもパンフレット設置してますので、パンフレットに付属されている登録申し込み書を送りいただいたのでも問題ありません。まあ、1人でもいいですし、まあ、お仲間とか家族でちょっと、ね、このビッグイベントを参加してみたいというのでも OK という、はい、もう全然問題ありません。はい、はい、では最後に一言お願いします。はい、笑顔つなぐ愛媛国体愛媛大会はボランティアの方がいないと成功させることができません。ニンジニアスタジアムでの開閉会式のほか県内各地で競技会開催されますので、ぜひですね、お住まいの地域で運営ボランティアとして活躍していただいて、この一大イベント愛媛県の歴史上最大のスポーツイベントになりますから、県民皆さんの手で一緒に盛り上げて成功させていきたいなと思います。単独開催は初、初です。ですからね、はい、近くでやるイベント競技のボランティアでいいですからね。それで全く遠くに行かなくても結構、はい、大丈夫です。はい、はい、あと526日という2017愛媛国体に向けて笑顔キャラバン隊津田純平さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。